皆さんこんにちは。今回はおすすめの FPS や TPS などを紹介したいと思います。まずは画像のスナイパーエリート V2 です。こちらのゲームは先日プレステ3や Xbox 360などでも発売された品です。第二次世界大戦のスナイパー視点で戦えるゲームです。その他演出なども多く、少しグロテスクなところもあります。スナイパーゲームは少ないので新鮮で楽しいと思いますよ。あと、日本版を購入しようとされてる方、日本版は地雷です。日本版はマルチプレイの対戦ができないんですよね。コープのみなら可能ですけど。ちなみに私はパソコン版のSteamで購入しました。バリバリ英語版です。ちょうど兵士の爆薬に着弾しましたね。でも映画の主人公になりきれる面白いゲームです。どうでしょうか？お金が余っているならぜひプレイしてみてはいかがでしょうか？でも少し難易度高いかもしれません。お次はペイデイという FPS です。こちらは銀行強盗ができるゲームです。スペックはあまりいらないので低スペでも大丈夫です。ここは病院、らしきとこのようです。ちなみに最大4人まで協力プレイできます。強盗できるからといって自由度が高いゲームではないのでお忘れなく。でも雰囲気はいい感じですよ。Sir, only staff passed this point. Okay, it's on. Down on the ground, Mike. Down, everybody. Down on the ground, people. And don't you get up.あと民間人は殺害してはいけません。一応民間人の殺傷はできます。警察だー。それでは。微妙な区切りですがこの辺りで紹介は終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。